こんにちは。スピリチュアルの女神です。ソウルメイトを安心感で見分けるには初対面の時の感覚が大切です。誰でも慣れ親しんだ相手といるとソウルメイト以外でも安心感を感じますが、初対面の場合はやっぱり緊張ますよね。この初対面の時に全く緊張しない相手はソウルメイトだから安心感を感じている可能性が高いです。実際にソウルメイトに出会った人の多くは初めて会った時から安心感を感じたと言っています。安心感と聞くと少しイメージがつきにくいかもしれません。ですがこの人のことなら全てわかるという感覚、逆に自分のことも受け入れてもらえるだろうという気持ちになる人が多いのです。ソウルとの幸福な結婚、ソウルメイトと結婚すれば自分と似ている相手との結婚で安心感を得られたり幸福を得られそうですよね。しかしソウルメイトと結婚は必ずできるのでしょうか。魂が似ている相手であるソウルメイトとは結婚をする可能性は高いですし、結婚した場合の結婚生活もうまくいく場合が多いと言われます。しかし中にはソウルメイトなのに結婚できない場合もあります。いくつか具体例を見ていきましょう。まずソウルメイトが同性の場合、同性愛や同性婚が受け入れられつつありますが、まだ法整備が整わないのが現状であり、同性だとソウルメイトでも結婚にまで行き着かないケースが多いでしょう。他の理由としてはどちらか、もしくはソウルメイトの両方が結婚している既婚者だった場合、中には離婚して再びソウルメイトと結婚するケースもありますが、今の配偶者を傷つけないために出会えたソウルメイトと結婚しないケースもあります。先に挙げた2つの例は法律や常識によってソウルメイトとの結婚を阻まれている状態です。ただしそもそも相手が偽ソウルメイトのため結婚できないケースもあると考えられます。ソウルメイトと別れるのは辛いもの、その原因や前兆はどんなものなのでしょうか。ソウルメイトは別れてしまう場合もあります。ずっと一緒にいるものとは限りません。ソウルメイトと別れる原因は試練に一時的に耐えられなかった場合です。ソウルメイトはそれぞれ使命を抱えています。この使命を乗り越える過程で別れが訪れてしまうケースがあります。普通別れは悲しいことと考えられがちですが、ソウルメイトとの別れは成長過程の一つなのです。このソウルメイトの別れを乗り越えられればさらにお互いに成長できます。このようなソウルメイトの別れは復縁や再会につながる可能性も高いでしょう。なぜならお互いが嫌いになって別れたわけではないからです。ソウルメイトの別れの前兆にはどちらか、あるいは両方の束縛が激しくなる、醜い感情が出てきてしまうなどがあります。お互いに魅力を感じているので今までに感じたことのない嫉妬心に苦しめられたり、相手を通して自分の欠点を見てしまって苦しむ場合があります。この苦しみに耐えられないとソウルメイトは別れの選択につながりやすいのです。ソウルが分かる四柱推命とは、四柱推命はソウルメイトについて占います。四柱推命は歴史のある占い方法の一つ。四柱推命でソウルメイトとはすでに出会っているのか知ることができたら嬉しいですよね。四柱推命は個人の性格や相性、結婚運、仕事や適職なども高い精度で占えて、的中率もかなりの高さがあります。この機会に四柱推命を人生に生かしていきましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。
願いいたします。